こんにちは、服部幸男です。皆さんね、お酒好きですか？ね、お酒はいいですよね。皆さんね、知っていただきたいのはね、温かい、ね、料理を食べるときはね、熱燗でね、飲んだ方がいいんですよ。で、冷たい料理、その時はね、冷やでね、飲むってね、その辺をね、まず基本的に知っておくといいですね。それとね、お酒っていろんなものに使えるのね。例えばね、魚なんかね、煮るときにね、こうお酒入れてあげるとね、匂い消しになるのね。で、柔らかくなんですよ。それともう一つね、あの中に20種類以上のね、アミノ酸が入ってるの。だから美味しくなるんです。だからこの辺をね、ちゃんと知っておくとね、これから料理するときにね、フランス料理にはね、フランスのワインなんて言うんだけどね、そういうあれ日本酒使っちゃったっていいんだもんね。それとね、牡蠣にはね、白ワインなんて言うんですよね。だけどね、はっきり言うけど、白ワインよりも日本酒の方がね、牡蠣とかね、魚介類に合うの。だからね、気取ってね、ワインがフランス料理に合うんだって言ってガンガン飲むんだけど、そうじゃないんです。日本酒っていうのがね、やはりその魚介に合うっていうことを頭の隅にちゃんと置いといて、今日はですね、僕のね、好きなね、お酒たくさんあるんですけどね、その中でもね、3本ちょっと絞り込んでみましたね。それをですね、ご紹介させていただきたいと思ってます。どれが一番かってね、なかなか決められないんだけどね、全部一番、3つとも一番っていうのをね、ちょっとご紹介したいなと思ってます。この月桂冠ね、その中で上撰というね、種類があるんですね。上撰、これがね、本当に邪魔しないね、大好きっていうかね、料理を食べるときにはね、この日本酒が一番合うっていうかね、なぜ合うっていうかというと、邪魔しないんですよ、料理に。料理を邪魔しなくて、そして飲むとすごくこよなくね、料理を美味しくする、そういうね、相乗効果をもたらす酒。ちょっとどれでいこうかな、まあ、いろいろありますけど、とりあえずこれね、直接こうやって入れちゃうっていうのも、まあ品がないことね、うん。本当はこれね、別に移してからね、飲んだりするんですけどね、ちょっといってみましょうね。やっぱうまいね、うん、これだけ飲んでもうまいもんね。僕、月桂冠のね、回しもんじゃないんですよ。一番おいしいってしょうがないじゃないですか、おいしいんだからね。だからこれにしたいんですけどね、高いものがおいしいんだなんて違いますからね、そこが大間違いだからね。自分にとって一番合ったものは何かっていうのを探すことも大事ね。さあ、次行きましょうね。僕が一番ね、お酒を知った最初、一番最初に飲んだ時にうまいなと思ったのが実はこれなんです。天狗米ね、これもう純米酒です。純米酒ってのはどういうことかっていうとね、このアルコール自体が、この米で作ったアルコールを、ね、添加してあるのを純米酒って言うんですよ。ところがね、普通はね、別のね、ところで作ったね、アルコールをね、そのお酒に足したりするの、それは純米酒と言わないのね。そういう違いもあるんだって知っておいてください。純米酒ね、天狗米ね、これね、石川県のお酒なんですよね。さあ、天狗米さんね、飲んでみますよ。いやー、うめえもんだなと思ったのはこの味なんだね。この独特のね、このなんていうか、樽の香ばしさっていうか、あれがわーって広がるんだね。これは相当いいアルコールをね、醸造したなっていうことをね、感じさせるようなね、そういう味わいですね、これ、うん。さあ、僕はね、一番ね、これまあ高級なんだよね、またね、黒龍酒造さんね、これはね、皆さんにとってもね、手に入れるの大変なんですよ、昔ね、今の天皇が皇太子の時代にね、あなたのお好きなお酒は何ですかって聞かれた時にね、黒龍って言っちゃったんだね。そうしたらね、あっという間にそれが広がっちゃってね、皇太子がね、飲んでるのが黒龍だって言ってね、みんなで争うようにね、買われるようになっちゃったっていうことがあるんですね、うん。服部幸男が言ってもね、あまりピンとね、大丈夫でしょうけどね。いやー、今日ね、みんなに教えたくなかった酒ばかりだね。
さあいかがだったでしょうかね。今日私もね皆さんにちょっとご紹介しましたけど、これをご覧になった方ね、チャンネル登録やいいねボタンをねぜひ押していただきたいと思いますね。こういうことをねこれからもいろいろやりますけど、皆さんもね、その中でこれが良かったお酒っていうのがあったらね、どしどしね私どもの方に送っていただきたいと思います。よろしくお願いします。いいのを教えてください。